こんにちは、響きの高橋です。今日はうつとですね、可視光線療法、光検と、響きで行っている光検とのサービスで、どのようなことが期待できるかですね、それをお話ししたいと思います。うつの方はですね、時間軸で見るとですね、このようにこうなります。この時間軸のところでですね、気分高揚したり、落ち込んだり、これの繰り返しの方が、うつの方、響きにはよくいらっしゃいます。一番気分高揚しているピークの時と、ボトムですね、もう気分がもう鬱陶しくて落ち込んでる時のこの落差がですね、とても大きすぎるとですね、やっぱりとても辛いですね。ですから、もうこのような継続っていうか、習慣的っていうかですね、気分が滅入る時がもう大体分かってる方は、もう予想がつくので、気分が高揚している時よりもちょっと過ぎたあたりから響きに来てですね、光線療法を当ててあげると、このボトムに下がるまでの、程度がですね、ちょっと和らいでくる、そのように考えております。それと、同じうつの方でも、ニュートラルの時からよりも上にはいかないで下がった状態を繰り返している方、この人たちに対しては、いつもですね、定期的にもうコンスタントに来てもらってですね、なるべく落ち込む、ここのボトムのところに落ち込まないような感じで、お手伝いをしています。それと、ボトムのところの落ち込んだところのこの期間ですね、ここの期間、これが短すぎるとですね、よく言うラピッドサイクルですけれども、これが短すぎるとちょっと危険ですので、やっぱり病院とかでですね、相談されることももちろん大切だと思います。下肢光線療法光検とはですね、人工太陽に近いものですので、これを全身照射してあげるとですね、気分がとてもすっきりして、もちろん体が温まりますね。とても気持ちよくなります。そのようなサービスで、うつの方にも、なるべくひどくならないですね、お手伝いをかけてしております。ぜひ、お越しください。一生懸命お手伝いをいたします。以上です。